皆さんこんにちは。音質改善マル秘大作戦オーディオ入門です。今回で68回目になります。早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。寒い日が続くようになりましたので、皆さんも風邪など召さぬように注意してお過ごしください。それで本題に入る前に1点だけお伝えすることがあります。以前トピックの87で紹介した冷蔵庫の電磁波除去をすることによって音質改善をしていくお話ですが、すでに皆さんは試されてみたのでしょうか。もしまだの方は、冷蔵庫の電磁波除去をするとお手持ちのオーディオの音は別物に大化けしますので、ぜひ試してみてください。またトピック自体をご覧になっていない方は、本当に音がすごく良くなる方法についてご紹介しているんですね。知っていて損をする話ではありませんので、ぜひご覧になってみてください。それで私のシステムのこの冷蔵庫の電磁波除去の対策前と対策後の音の聞き比べをすることができますので、どのように音が変わるのかを確認することができます。ですから興味のある方は聞き比べをしていただくと大体のイメージがわかると思います。まずは対策前の音ですが、トピックの84、枯葉になります。それで対策後の音は最近収録したトピックの93、今宵の君はになります。曲が違っていますが、2曲ともマーヤさんの同じアルバムの曲になりますので、音源の仕上がり具合は同じです。それに聴き比べ以前に2曲とも定番の曲ですし、とても感じがいいので、ぜひ皆さん聴いてみてください。ジャケットの方はこういった感じになります。このアルバムを使っています。 DSD の一発収録、音源は無修正です。さすがですね。すごくいいですよ。このアルバムの6曲目と8曲目使っています。視聴できますので、視聴の方もしてみてください。すごくいいですよ。と、まずは冷蔵庫の電磁波除去に関するお話でした。それでは本題に移ります。さて今回のテーマですが、電源ケーブルの違いによる音の聞き比べをしていきたいと思います。巷ではケーブルなんかで音は変わらないよと頑張っている方と、ケーブルによって音は確かに変わりますねという2つの考え方があるんですね。皆さんもなんとなく聞いたことのある話だと思います。オーディオのオカルトの一つかもしれませんね。また皆さんはどっち派ですか？これについてはご本人がそれでよければどっちでもいい話だと実は私は思っているんですね。何も目くじらを立てる必要はないんです。とはいえ少しは気にはなりますね。ケーブルの違いによって果たして音は変わるのか変わらないのか、それぞれが主観で理屈を並べるよりも答えを出すのは実は簡単なことです。実際に同じ条件で聞き比べをすればいいだけのことです。ですからその答えを出すために、今回は電源ケーブルの違いによる聞き比べをしたいと思っています。なお iPhone での収録となるとどうしても音痩せしてしまい、高音域が過剰なものとなり、脳内補正のかかっていない状態での収録の音ですので、全体的に過剰な音に聞こえてしまいますが、それでも聞き比べをすることはある程度できると思います。ですから皆さんがこの後に流す2曲を聞き比べてみて、ケーブルによって音は変わる、またはケーブルを変えても音は変わらないと結果に基づいて答えを出していただければいいんじゃないかなと思います。自分で聞き比べをして自分で判断、答えを出すわけですから、私も含めたいろいろな方々のお話を聞くよりも一番納得できるものと考えられます。それでケーブルによって音は変わる、または変わらないと2つの考え方があるんですが、ケーブルによって音が変わると言っている方々の考え方としては、導体の祖先の材質であったり純度、太さによって音が変わると考えています。また祖先だけで使うわけにいきませんので、絶縁の皮膚をまとっています。このシースなどの構造によっても音が変わると考えています。さらに高級なケーブルに関しては、ケーブルもアンププレイヤーなどの筐体同様にノイズ、振動、電磁波の良くない干渉を受けていますので、ある程度またはしっかりとしたノイズ、振動、電磁波対策のされた手の込んだ構造、仕上がりのものもあります。当然これによっても音は変わると考えています。また実際に音は変わります。
ただノイズ振動電磁波対策がされているということは、それだけ余計に材料であったり手間がかかっていますので、当然値段も高いものとなり、高級ケーブルという位置づけになってしまうわけですね。見た目や所有感を満たすためだけということではなく、高級ケーブルにはそれなりの理由があるわけですね。とはいえ商品としての見た目は大切ですけれどもね。このケーブルの構造とノイズ振動電磁波対策に関してはトピックの90、高級スピーカーケーブルの自作方法でお話をしていますので、興味のある方はそちらをご覧になってください。今回はこの話についてはこれくらいにしておきます。一方ですね、ケーブルなんかで音は変わらないよと言っている方々の考え方としては、とにかくケーブルなんかで音は変わらない、また高級ケーブルに関しては、高級ケーブルは単に見た目をよくかっこよくしただけで、オーディオとの見た目のバランス、所有欲を満たすためだけと一周しているわけですね。先ほども言いましたが、ケーブルというのは筐体同様にノイズ振動電磁波の良くない干渉を受けているわけで、それを原因として音質劣化しているんですが、その点に関しては都合よく考えが及ばないようです。とここまではお話だけですけれども、ここまでのお話を聞いてみて、皆さんはどのように感じましたか？どちらの考え方がスムーズ、果たして自然なんでしょうね。ここからは私の話になります。私もいろいろなことを考えて、初めからついている標準の電源ケーブルではなく、 6N のケーブルにノイズ振動電磁波対策を施した自作のケーブルを使用しています。それで肝心な音なんですけれども、ノイズ振動電磁波対策がされているわけですから、一定の音質改善効果がありますので、当然音は変わります。自分の音の好みに合わせて微調整をすることもできます。電源ケーブルの自作に関しては、すでにトピックの31、32、33、36でご紹介しています。ケーブルの自作に興味のある方はそちらをご覧になってください。また案外簡単に電源ケーブルは自作できますので、試しに一度ご自分で作ってみるのもいいかもしれませんね。ということで、私が現在使用している自作の電源ケーブルと標準のケーブルですね、一体どんな感じに音が違うのか、または音なんか変わらないのか、この後皆さんと一緒に実際に聞き比べをしていきたいと思います。それでは私の使っている電源ケーブルですね、まず見ていきたいと思います。これは2本とも自作のケーブルになります。 6N のケーブルをベースにメッシュチューブをつけています。それにカーボン素材ですね、障子ノイズ対策をしています。結構カーボン素材は多めにつけています。現在使用しているメッシュチューブは普通のものですけれども、そのうちカーボンのメッシュチューブに取り替えようかなと今考えていました。こんな感じですね。そうするとこちらが標準のケーブルになります。これはラックスマンの標準のケーブルですね。このケーブルはなかなかいいですよ。単品でも販売されていて、1万5000円か2万くらいですね。あまりこだわらない方でしたらこれでもう十分です。それとマランツの標準のケーブルですね。ということで、先ほどご覧いただいた現在使用している自作のケーブルとこの標準のケーブルですね、その音の違いについてこの後聞き比べをしていきたいと思います。はい、それではケーブルによって音が変わるのか変わらないのか聞き比べですね、していきたいと思います。昼間ですとちょっと分かりづらいので、夜になるのを待っていました。待ってる間に、やっちゃってますね。まあ勘弁してください。まずは最初に、現在私が使用している自作のケーブルを使った音ですね。それを聞いていただきたいと思います。それに続いてですね、この標準のケーブルですね。アンプ、プレイヤー両方交換して、それで聞き比べをしていきたいと思います。果たして変わるんでしょうかね、変わらないんでしょうかね、どっちなんでしょうね。それで音源に使わせていただくのはアコースティックリバイブさんですね。皆さんご存知ですよね。アコースティックリバイブさんの販促用の CD になります。
こちらを使わせていただいて、聞き比べの方ですね、していきたいと思います。それでは実際に聞いていきたいと思います。まず最初に私が現在使用している自作のケーブルになります。こういう感じの音でした。それでは引き続きですね、アンププレイヤーともにこの標準のケーブルに交換したいと思います。ケーブルの方ですね、このようにアンププレイヤーともに標準のケーブルに変えました。自作のケーブルは外していますよね。当然筐体側も変えてます。それでアンプ筐体のつまみ類ですね、当然触っていません。ボリュームに関しても触っていません。それでケーブルの条件を揃えるといってもいろいろあるんですけれども、今回は簡単に長さを同じ長さということで揃えました。すべて 1.8m 前後ですね。ということは他の項目で条件を揃えるということは他の項目が違ってくるということになるんですね。まあその点ご理解ください。はい、そうしましたらアンプとプレイヤーですね、両方とも標準のケーブルに交換してきました。疲れました。さてどんな感じなんでしょうね。聞いてみましょう。はい、それではそれぞれのケーブルですね、音の方聞いていただきました。音の方ですけれども違うように聞こえましたか？それともケーブルを変えても音の方変わりなかったでしょうかね。どのように聞こえましたか？はい、こんな感じでした。皆さんはどんな風に聞こえましたか？音が違って聞こえた方もいれば、違いがわからなかった方もいるかもしれませんね。結果については私の方では触れません。皆さんが納得いく方で答えはいいんじゃないかなと思います。それでそもそも標準のケーブルであっても
十分に音楽鑑賞を問題なく楽しむことはできるんですね。ただノイズ振動電磁波対策のされているケーブルと比べると、標準のケーブルは解像度が若干甘く不対音も多く、音が全体的に膨らんでいます。それに音質だけではなく音像定位も若干不明瞭なものになっています。音の全体的なイメージとしては SL 比も多分低いんだろうなといった感じですね。とこのように音の仕上がりに違いが出るわけですけれども、どちらがいい悪いということではありません。音の好みは人それぞれですので、自分の好みに合ったケーブルを使えばいいわけですね。標準ケーブルで満足されている方はそれを使えばいいんです。一方、標準のケーブルの音に物足りなさを感じている方は別途グレードの高いケーブルに変えればいいんですね。また私のように自作をすればいいわけです。自作をした方が安く上がります。ケーブルを交換することによって音ははっきりと変わります。ですから電源ケーブルに関してはこのような考え方をすればいいんじゃないかなと思います。それと言い方が難しいんですけれども、のんびりまったりと聞きたい方はもしかしたら標準ケーブルのままでもいいのかもしれませんね。一方で原音再生であったり解像度の高い音、より正確な音像定位、よりリアルな音場再現、または高級そうな音の仕上がりを期待する方は電源ケーブルを交換してみるといいのかもしれませんね。ただケーブルを交換する際には自分の好みの音に仕上がるかどうかは結局のところつないでみて鳴らしてみなければ分かりませんので、その点だけはご注意ください。はい、それではケーブルによって音が変わる要因についてですね、まず考え方としては胴体、祖先ですね、それによって音質が変わる、またはケーブルの作り、構造によって音が変わる、このように2つの項目に分けて音が変わる要因を考えることができます。私たちがケーブルを買い替えるということはこの全てが変わるということですよね。ですからケーブルを買い替えた時に音の違いがはっきりと分かりやすいということになります。まずは胴体、祖先についてですね、この祖先の材質によっても音は変わります。一般的な銅線なのか、またはメッキされたものなのか、オキシジェントフリーカッパーですね、 OFC などが一番普及されているのでしょうね。それによっても音は変わります。あと純度ですね、 5N、6N、7N、 これによっても音は変わってきます。大昔はこの純度に関してはすごく気にしてたんですけれども、最近はそれほどでもないようですね。まあこの純度によっても音は変わってきます。それと太さによっても音は変わってきます。胴体が単線の場合には信号が伝播する際に歪みの原因となるストライドジャンプ現象とかが発生しませんので、歪みの少ないすっきりした音になりますね。まあ予備線ですと一般的な音ですね。それと構造ですね、被膜、シース、チューブ、ジャケット、介在などによってもその構造によって音は変わってきます。ノイズ振動電磁波対策の仕方によって音が変わるということですね。ということで先ほども言いましたけれども、ケーブルを入れ替えるということはこの全てが変わるわけですから、音の違いが分かりやすいということになります。仮にですね、構造は全く同じで純度だけが違う、または材質だけが違うとなった場合には、音の違いというのはかなり微妙な感じになると思います。分からないケースもあると思います。ですからケーブルによって音が変わらないと頑張っている方々は、材質や純度に特化して変わらないということを言いたいのかもしれませんね。特に純度に関しては非常に分かりづらいんじゃないかなと思います。ただそれに加えてこの構造に関してはあまり頭にないんでしょうね。このケーブルの構造作りによって音の仕上がりは全然違ってきますので、この点にはあまり触れずにどちらかというと考えているのかもしれませんね。ただ実際にケーブルを買い替えるということはこの全てが変わるわけですから、結果的に音は変わるわけですね。それで高級ケーブルというのはこれらの全てのことに吟味して仕上げられているということになります。見た目に関してもただ単にかっこよく作ってるわけではなく、ノイズ振動電磁波対策を考慮した上であのような作りになっているわけですね。ですから高級ケーブルは見た目だけということは全然ないんです。そんな考え方でケーブルメーカーは高級ケーブルは使っていません。ただあまりにも高すぎるケーブルというのはちょっと私も理解ができませんけれども。
まあケーブルによって音が変わる要因としてはこんなイメージなんでしょうね。ということで今回は以上になります。電源ケーブルによる音の変化については肯定否定ともにいろいろな考え方がありますが、そのうちの一つの考え方を今回はご紹介しました。聞き比べもありましたので分かりやすかったのではないかと思います。しかしその答えに関しては皆さんがそれぞれに納得できる方でいいんじゃないかなと思います。それで電源ケーブルの交換となると結局のところ買わなければいけませんよね。結構高いのでどうしてもお金がかかってしまいます。それで次回のトピックではお手持ちのシステムの電源ケーブルを高級ケーブルっぽく簡単に変身させる方法の紹介を予定しています。ですから興味のある方はまずはお金をかけずに一度それを試してみて効果をしっかりと体感した上でケーブルの交換を検討すれば失敗は少ないんじゃないかなと思います。とにかく次回のトピックをご覧いただければ高級電源ケーブルに交換した後の音を体感イメージすることができるようになっています。はっきりと音は変わりますので案外面白いですよ。次回のトピックを参考にしてぜひまずは一度試してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。